皆さん、こんにちは。レックス日講師の根本です。これより全科目、択一過去問コンプリート講座、不動産登記の第1回目、前半の講義、始めてまいります。レジュメの方ですが、1ページを見てください。こちら、不動産登記の進め方についても、民法と変わりません。ステップ1、ステップ2と分け、問題を解く、そしてウェブを止めてもらって、また聞いてもらうという形になります。違ってくる点は、その後、講義後に解く推奨年度、過去問の推奨年度です。 下の方に載っていますが、平成10年以降、これは必ずやっていってください。できれば5年以降と言いたいところなんですが、問題数も多いところなので、まず最低限は10年以降、できれば5年以降やっていってください。で、えこちらの講座ですが、えこちらはえ合格ゾーンで言うと下官の方から、所有権の方から始めていきます。上官は後の方にやっていきますので、しばらく下官の方だけやっていくと思ってください。では行きましょう。 番号 5, A の5年度番号が11年の18問「所有権保存ステップ1」ですやってみてくださいどうぞはいレジュメの方は2ページを見てください所有権保存登記の要件を載っています 兄弟統計止まっているという状態。え、効果がないって状態で、なおかつ、申請人に74条の的確あること。いかに所有権を持っていても、74条に当たらなければ、保存統計はできません。そして3、74条には該当してるけど、所有権を持ってない人はダメ。あ、持ったことがない人はダメ。持ったことがない人はダメ。え、かつて一回でも持っていれば、今所有者じゃなくても、 家庭の工事のために保存登記を入れることは可能です。では次の資格枠。所有権保存登記どういう書に的確があるのと。1号の方が、表題部所有者とその相続人。これ74条1項1号。次が、判決で所有権を確認したもの。次が、収容。そして最後、4。 区分建物だけ区分建物だけは表題部所有者から譲り受け人がやっていいよと区分建物だけの特別ルールが丸四ですではちょっと今回の足に合わせていきましょうかまずは中の1えこちら足の尾の絡みです表題部所有者が2分の1項2分の1オツでした でこのコートオツが死んで今 ABCD が相続人です下の Q アンサー見てくださいこの場合どういう保存登記ができるのかと理由も見てやってくださいこれは申請条項の同一が必要になります申請書に申請条項を書きますのでこれが一致しなければ一貫申請ができません ー通は74条1項1号と書くからいい。A, B, C, D も74条1項1号と書きます。前段後段とは書きません。ですから、上から2段目のような、交 C, D もいいんですよ。交は74条1項1号と書くし、C, D も74条1項1号ですから、これは問題なく、陶器が出せるんですね。 次の中の2。これは判決についてです。誰を訴えればいいかと。例えば、絵を見ていただきますと、表題部所有者が AB で、この B が自分の分を C に売りました。で、この後に A が死んで D が相続している。ごめん、AB が,、D、AB が C に売った。AB が C に売った。で、A が死んで D が相続しました。C が誰を訴えればいいんでしょう C っていうか「X」って誰よと B だけ訴える。これ認めちゃうと仲いいやつだけ訴えてそいつに勝って保存投機をしてしかねない。これは全員訴えなきゃダメですよ。なんで見てほしいのは全員を訴えてるか表題部所有者もしくはその相続人を含めて全員を訴えているかと。 それを見るようにしてください。こちら現実に足の「あ」はどうでしょう表題部祥事者全員を訴えておりますのでこれなら OK だとレジュメは3ページいってください次はいとうです これは74条2項、いわゆる区分建物の保存登記の論点です。区分建物の場合、マンションの業者、これが必ず表題簿を持ちます。で、ここから直接を買った人、ここから直接買った人、いわゆる新築物件を買った人は、保存登記にして税金を安くしよう。新築物件を買った人は税金を安くしよう。 だから保存登記を認めようとしたんです。だから A から直接買った B は、これは新築を買った人だから保存登記が認められます。ですがこの B が誰かに売れば、もはやこれは中古物件です。ですから C、この C は保存登記ができません。 はい。で、今回の足のい、e、いは、まさにこのレ,レジュメのいいと C に当たるんですね。じゃあ次は、うの足です。うの足は、表題部所有者 A から BC が勝って B が死んで C が相続しました。所有権保存の的確があるかっていうと、B は74条2項、3分の 2C は 74条2項の的確がありますですがこれが死んで C がおりましたこの3分の1については C に的確がありませんここの3分の1は表題部所有者から取得した分じゃない相続人かもしれないけど表題部所有者の相続人ではないそのため こ,のえこちらの C には保存登記の的確性がないのでこの登記一旦は 3, 3分の 1B3 分の 2C で入れた上で後日 B から C に B 持ち分全部移転原因相続をやることになります所有者であっても保存登記の的確がなければ保存登記はできないんですよ では最後に A の足について説明しますまずは画面の方を使っていきます X が AB に売りましたですが A えっと X には投機意思があったんですが AB 側は A しか投機申請する意思がありませんこの場合 A の分だけ投機すればいいんですその横 A の意思しかないのに AB 名義を入れれば 指摘自治の原則に反します。一方、した X が死んで、AB が相続しました。ですが、A にしか登記申請の意思がありません。この場合、A の分だけ登記する。これができません。というのは、これを認めると、所有権,いって所有権一部移転、原因相続。 所有権一部移転原因相続にななりまますす相相続続のに一部移転となってしまうんです相続は包括承継の必要がありますので相続といったら全部いかなきゃいけないんですよだからこの場合はしょうがないので右の方を見てください A の意思しかないのに AB 名義の登記を認めているんです 一方、今度、保存投機。例えば、A と B 二人が家を新築しました。表題部所有者が AB の二人だとします。ここで A の分だけ投機、保存投機ができるか。これ、所有権一部保存、二分の一 A はダメなんです。これ認めちゃうと、 今の所有者を探すには、表題部と工区、両方見ないとわからない。工事が見づらい。工事が見づらくなってしまうので、やるなら、所有権は全部保存。ま、全部保存って言葉ないけどね。一部保存は認めないよと。だからこれも、相続のケースと同じように、A 一人で全員分やっていいよと。 ということでなんとなくオチは分かか。ってきたでしょうか保存投記ができるかできないかってとこになったらまずその人の持ち分だけで投機できるかって考えてくださいでその人の分だけで投記ができるんだったらそれだけやらせばいいんですでそれができない場合はその人の意思だけで全員分の投記を認めるんですよ一番下の足の行く先 足の絵見てください今回は自分の分だけできないよその代わり全員分ができるよっていうオチになってきますでは次いきましょうか次は体型番号5 A の8年度番号が19年26問ですどうぞ。 レジジメの方は4ページお願いします、えー、また上の方にえ申請条項を載ってまして中1中2と出ております見ていきましょう中1足の絵です表題部所有者 A が二分の一を B に売りましたこれは区分建物ではありません AB の保存投機ができるかっていうとできないなぜかというと B に保存投機の的確がない 区分建物であれば、表題部所有者から買った人に的確がありますが、これ区分建物じゃありません。はい。なので、この場合、所有者ではあったとしても、B 名義で保存登記はできない。A 名義で保存登記を入れた上で、2分の1の移転をやることになります。次、中の2、数字相続の場合。表題部所有者がこうで、 孔が死んで、オツ平定が相続。で、オツが死んで、AB が相続。今の所有者は、AB 平定になっています。右側結論。直接 AB 平定名義で保存登記ができます。その下の方に、規、えー、範が載っています。 これ、もし、移転投機だったら、移転投機は、真ん中でもらうのが一人の時だけい、いっ、一軒ね、一軒に下ろすことができます。ですが、今回は、真ん中でもらうのが三人なので、こうからいきなり AB 名義にできません。真ん中でもらうのが、オツ平定と三人いる場合は、一旦はオツ平定にして、その後、オツから AB に移転投機をしなきゃいけません。でも、 保存登記は、このルールを使わないんですね。一番下の四角枠見てください。保存登記って、とにかく早くやってほしいんです。早く工事してほしいんです。一番初めということで、家庭を厳しく見ない。早く現状を登記してほしい。早く現状を登記してほしいから、家庭の工事は厳しく見ない。 早く現状を登記してくれというところでいろんな省略する洗礼が存在していますでページの方は次の5ページお願いします5ページ いわゆる職権保存投機という条文が載っています A を見てやってください上には A の不動産がありますがまだ未投機の状態ですでこの A にお金を貸している B がこれを差し押さえましたこの場合なすべき投機は1件目が所有権保存で2件目が差し押さえですでこの保存投機 A がやってくれるとは思えません 実は保存登記は登記所側が勝手にやっちゃうんです差し押さえを入れるために保存登記を勝手にやってしまいますこれが食権保存登記というものです上の条文見ながら要件抜き取りましょう所有権の処分を制限するとき 所有権の処分が制限される投機をするときなんです。これが要件なんですよ。処分権を奪うような投機。そのときに職権でやってくれます。所有権を奪う投機。どんなものがあるかって言ったら、差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分。こんなあたりが代表的です。 下の図を見てください。行ったことは A と B で売買契約をしたんです。で、B が仮登記をしようと思ったんですが、A がこれに応じません。そこで B が裁判所に申し立って、仮処分やっていいという決定をもらったんです。で、この仮処分をやっていいという決定は、 処分制限の登記になりません A の処分権を奪うものではありませんただ単に仮登記を入れるという決定にすぎませんそのためこれがあっても上の76条2項食権保存登記は発動しないんです右を見てください1件目が所有権保存2件目が所有権移転仮登記になりますが 1>, 1件目は職権が発動しませんやるとしたら B が A の地位をのっとって B による第位申請第位で申請する必要があるんです第位で申請です残った足を見ていきますえっと足の「あ」足のア「あ」ですが 区分建物の場合、表題部所有者から買った人が保存登記表題部所有者から買った人が保存登記ができます。ですが、足の A の C は、表題部所有者から買ったではなく、表題部所有者の相続人から買っています。次に E ですが、相手は表題部所有者、 および相続人を全員になっているかというとこの事例 BCD を被告にしなきゃいけないんです BC だけ被告にしてますから要件を満たしていませんでは次は体系番号 5A の6年度番号が15年22問 イとウをやってくださいイとウどうぞレジュメの方で言うと六ページを見てください え、これはマンションと思ってください。マンションの表題部所有者が A で、この A が C に信託をしました。すると信託によって所有権は A から C へと移転します。この C は表題部所有者から所有権を譲り受けているんです。こちら申請的確のね、条文もう一回見てほしいんですが、4ページの一番上ね。 丸4番は区分建物にあっては表題部所有者から所有権を取得したものと,と書いてあって売買で取得したものとは言っていないんですよ。ということで売買以外の原因であったとしても保存登記は可能となるわけです。 はい。では続いて6ページに戻りまして、レジュメ6ページ、今度はうの部分です。で、これは比較になっています。いわゆる左側のは、判決登記の判決です。意思犠牲をする判決。一方、右は、判決より所有権保存。74条1項2号の要件です。判決の種類、所有権保存の方を見てください。これは、 所有権さえ分かれば何だっていいと思ってください。判決の種類は取いません。所有権さえ分かればいいと。すると、今回のうの足はどうでしょう ?A が所有権保存登記をして、B に所有権移転をしろと。B に所有権移転をしろって言ってながら、B に所有権があるってことを案に示しています。 B に所有権がなければ B に移転しろなんて言いませんから。つまりこれで B に所有権があることがわかるので B 名義で保存登記をしていいんです。まあ、ある意味、あの、判決は移転登記しろって言ってるのに B がいきなり保存登記しちゃうと。それができちゃうんですよ。で、ちょっともう一個見てほしいと思うんですけど、体系番号 5A の10。5A の10。 年度番号26の1726の17をね、うの足を見てほしいんです。今の観点で。するとこのうの足も結局所有権があることを認めているんですよね。実はこのレベルで保存投機ができちゃうんです。とにかく所有権があるってことが分かれば保存投機を認めちゃうんだ。 そのように思ってください保存等え所有権が認められれば保存登記ができちゃうとで,では続いて体系番号5 a の9年度番号が22年14問えこちら「あをやってみてくださいどうぞ。 レジュメの方は6ページ一番下。で、今度は、職権、表題登記。で、これど、どういう論点かというと、えっと、例えばね、これ上と下がって、職権、表題登記がされる場面の下の段見て表題登記がない物件に差し押さえ来ました。この場合、差し押さえ来たら、職権で表題。 食券で保存そして差し押さえ登記を入れるとなるんですこれ食券で表題登記まですることがあると一方上の段見てんまずね考え方としては表題登記なくてもね保存登記申請ができる表題登記がなくても保存登記申請ができると思ってください で,で、この時は、ほずえー、表題登記は職権でやってくれるんだと。で、ただね、74条1項1号と74条2項はこれはできない。というのはね、表題登記がない状態でね、74条1項1号を持っていく。するとね、いや、私、表題部消費者です。お願いしますと。いやいや、 表題部がないんだから無理だよ。一個一号抗断。私表題部所有者の相続人です。保存登記お願いします。いやだから表題部がないから無理だよね。七十四条二項無理。あ、私表題部所有者から買った人間です。保存登記お願いします。だから表題部がないんでしょ。 ある意味、表大部を前提としない保存投記なら、表大投記なくてもできちゃうんです。その、表大投記を前提としない保存というのが、74条1項2号と3号なんですよ。足の輪はどう足の輪は、74条1項3号なわけよ。だからこれは、表大投記なくてもいきなり保存投記申請ができちゃいます。 一方足の位これは74条1項か2項かも分かんないこれそもそも保存登記できるかも怪しい問題なんですはいでえそまねレジュメ6ページ下を見てください職権表題登記における登記事項 表示に関する登記の事項のうち、次の掲げる事項、以外が登記事項である。以外というんだから、そこに載ってる三つは、表題登記入っても登記されないってことなんです。内容見てごらん。特にこれ、一号覚えて。表題部所有者を登記する必要はないんです。というのは、もう保存登記が入る場面なんです。表、職権表題登記を入れる場面っていうのは、 保存登記が入る。対抗力のある所有者が登記されるんですよ。対抗力がある所有者が登記されるのに、対抗力のない表題部所有者を登記する実績がないんですね。ちょっとこれ見てもらっていい ?5A の7、16年21の A。どうでしょうか これが誤りなんですよちなみにこの16年21の絵っていうのは74条1項2号保存1項2号の保存登記だからこれだから表題部がなくてもできるんですねはいでは続いて7ページを見てください 7ページですが、表題部所有者が A。で、これ、マンションと一個一個の建物、一個一個の部屋と思って。土地は全部 A が始め、がめまして、マンションを全部建って、始め全部 A のものでした。で、このマンションを一室 B に売りました。で、何を売ったことになるかっていうと、じゃあこの、ここの部屋にしようか。この部屋の所有権を売ることになるし、 なおかつ不法占拠にしちゃいけないから土地の権利がある程度 B に行くんです。これをまとめて所有権保存登記で申請するんですよ。建物が移ったということと土地の権利が4分の1土地の権利が4分の1移ったということを申請するわけです。 だから、不動産のえ表示、保存登記の不動産の表示には、建物だけじゃなくて、土地の権利、土地の権利も書かなきゃいけないんですよ。74条二項保存、74条二項保存では、え敷地券付きの74条二項では、二つが映るんだから、二つを書きなさいと。 下の文章三行見てやってください一方例えばこの後ねこの部屋だけ売れ残ったから a 三名義で保存登記をするこの場合って建物だけ登記すればいいでしょだって土地はもう自分名義になってんのも 下の最後の資格,資格枠産業を見てやってください。っていうことであ今一度足の尾を見てやって。これ表題部所有者が登記申請をしようとしてるから74条1項1号補助になる。で今回は表題部所有者は土地の権利は持ってるんだから。 土地の方の登記をする必要はないだから敷地権ののえ表示を申請情報とする必要もないんだと